皆さん、こんにちは。小森洋一です。4回にわたっての夏目漱石の心の講座、ご受講いただいて、本当にありがとうございました。たくさんの感想をいただきました。まず、そこで出た質問について、最初に、お答えをしておきたいと思います。こんな質問でした。海水浴は医療として始まったけれど、日本では軍人教育として学校に入っていったと言われたと思います。公立の小中学校には必ずプールがあります。それはその名残ですか？逆上がり、体育座り、運動会は軍人教育と深くつながっていると先生から聞いたことがあります。それと同じでしょうか？という質問です。心の先生と私が出会う海水浴場については、講座の中でお話した通り、最初は、医療的な療養として、イギリスから、入ってきたわけですけれども、その後、中学校や高等学校が夏場、海水浴場で水泳の訓練をすると。で、これが軍事訓練と連動していき、次第に、様相が変わっていったということでした。日本の学校教育は非常に、深く軍事教育と結びついています。ちなみに学校はすべて、新しく作られたわけですから、その学校の、例えば、ほとんど皆さん無意識だろうと思いますが、とりわけ小学校の教室の、作りですね、縦横の幅と、それから窓の位置。これは、日本で、徴兵制が明治5年、1872年に徴兵令で敷かれて以降、徴兵された兵士たちが入れられる兵舎の寸法と同じになっています。つまり、学校に入学した時から後に徴兵される、弊社の、空間感覚に慣らしておくということですね。ですから、夏目漱石の、坊ちゃんの冒頭で、2階から飛び降りてみろって言われた、学校が2階建てになってるというのも弊社の作りですので、そういう意味で、学校教育と、徴兵制に基づく国民海兵制の軍隊組織っていうのは極めて深く連動していましたし、文部大臣の森有則は教育の中に軍事教練を導入していくということで積極的に取り組んでいきましたし、ご指摘の、なんで日本のすべての小学校に鉄棒があって、逆上がりをやれないとなんか人間じゃないような扱いを受けるのかということについては、何度か文学講座でお話したことがあります。これは、戦争がですね、塹壕戦の時代、これは日露戦争もそうだったわけですが、塹壕を掘ってですね、相手方の鉄砲の射撃が終わったら一斉に出ていくという戦術のために、塹壕から一気に出るという技術が必要になって、これは当時銃剣だったわけですから、銃剣を塹壕に渡して、それで一気に逆上がりで出ると。そういう意味で逆上がりが軍事教練の一環だったということを話しました。ただ日露戦争の時にすでにロシア軍は機関銃を開発しましたので、塹壕戦というのは弾を撃ってから弾を込めるこの、その空白を狙って塹壕から出て攻め入るということに意味があるので、弾込めの必要のない機関銃の時代になって全く無意味な戦術になりました。その意味で塹壕戦は第一次世界大戦で終焉を迎えるということになるにもかかわらず、なぜか日本の学校には誰も言われを知らない形で今も鉄棒があり、子どもたちはなぜか逆上がりができないと人間として認められていないという教育を受けている。一度見直した方がいいのではないかと思います。そんなことで、いろいろな日常のことを見直すきっかけに、今回の講座をしていただければありがたいと思います。ご質問は、へのお答えは以上です。それでは、今日から、2回にわたって、双葉亭四迷の浮雲、それから、
森鴎外の舞姫もやはり2回にわたって、この全4回で、あのなぜか日本の近代小説の出発点っていうのは、失業の話から始まる。なぜ日本の近代小説は失業小説から始まったのだろうかということを軸に、このとてもまあ有名、まあ確かに舞姫は高校の教科書に載ってるところもありますので、お読みになった方いらっしゃると思いますけど、双葉亭四迷の浮雲については、名前は文学史でとにかく覚えなきゃいけない、最初の日本の近代小説だということは叩き込まれても、なかなか読んだことはあるという方はいらっしゃらないのではないか、まあ、そういう意味でこれを機会にですね、浮雲を読み直していただければ、強く願うわけです。まあ、なぜそれだけ強く願うかというと、実は私の、文学研究者としての専門領域は、双葉亭四迷なんですね。夏目漱石だっていうふうに考えてらっしゃる方も多いようですけど、これはまあ成り行きでそうなったわけでありまして、まあ私が専門にしている、大学院時代から研究対象にしてきたのは双葉亭四迷です。で、それはどうしてかというと、私が日本語ができなかったからですね。小学校時代、父親の仕事の都合で、チェコスロバキア、当時はまだチェコとスロバキアに分裂していませんでしたので、チェコスロバキアのプラハというところに行っていました。ただ、まあ、チェコ語はマイナーな言語だったので、親の判断として、まあ、少し人口の方にロシア語を、勉強しといた方がいいんじゃないかということで、すでにそのプラハという都市にはですね、米原麻里さん、ゆりさん姉妹が、まあ、先に、住んでいらして、その二人の姉妹が、在プラハ、ソ連大使館付属、8年生ロシア語普通学校というところに通われていたので、その紹介で、小学校2年生から、それで私もその学校に通うことになりました。まあ、そういう意味で言うと、学校教育は全てロシア語でやっていましたので、まあ、日本語は読むだけという生活を、まあ、5年近く、送りましたので、まあ、日本語が苦手なまま、小学校6年生で帰国をし、苦手なまま、中学、高校を卒業し、だから国語の点数はとても悪かったんですね。だから特技は、まあ、ロシア語しかないということで、本当はロシア語を生かして、歴史学者になりたかったんですけど、大学の、希望学部というのは、2年生までの点数で希望が決まってるんですね。私の場合には、まあ、時代状況もありましたが、結果として、ビラとタテカンとアジテーションの日々を1、2年生送ってしまいまして、大変低い点数しか、1、2年生で取れなかったので、第7志望の一番行きたくなかった文学部の国文学科に行くということになってしまった。で、西洋史への思いは捨てられなかったので、授業はほとんど西洋史の、まあ、北海道大学にはスラブ研究所という、ロシアから、まあ、周辺のスラブ地域の資料を集めた研究所もありましたので、そこの先生の授業とかを受けてですね、ほとんど、国文の授業は、サボり続けていて、で、そのまま本当は西洋史に移りたかったんですけど、転科をしたかったんですが、その願い叶わず、卒論を書かなければいけないと、国文科で。そうすると、授業も出ず、勉強もせず、私が書けると言ったら、ロシア語をベースに近代小説を書いた、双葉亭四迷、本名、長谷川辰之助なんですけども、この人を、まあ、素材にするしかないという。選択肢はこれしかなかったということなんですね。それでまあ、ここに書きましたように、双葉亭四迷はですね、まだ本名長谷川辰之助の時に、これからのまあ日本の、海外との関わりで一番近くて、外交的にも非常に厳しい関係にならざるを得ないのが、
ロシア帝国だろうと。だったら、ロシア語を学んで、きちっと対応できるようにしようという、そういう、まあ、極めて侍的なですね、志士的な思いで、東京外務大のロシア語学科に行ったわけですけど。まあ、すでに、この時期、19世紀の、語学の学習というものがですね、教材を優れた、その言語で書かれた優れた文学作品を使うのが、まあ、一番間違いがないというふうに定着していたんですね。ですから、後の双葉邸主長谷川辰之助が入った東京外語学校でも、先生は、やっぱり19世紀のゴーグルだとか、ツルゲーニフだとか、そういうロシア文学の、まあ、名作を教材にしながら、授業を進めていたんですね。まあ、そこで、長谷川辰之助も、これは面白いと、すごい表現だということにこう揺さぶられるようになっていた。で、ここにありました、書きましたように、東京外語学校ロゴ科に入るのがですね、1885年なんですね。ですから、ちょうどその入ってロシア語の文学の勉強をする頃に日本の近代文学が大きく動くわけです。それがこちらに書きました、坪内逍遥という英文学者、後にまあシェイクスピアを全部翻訳する日本のまあ近代演劇の創始者といっても、近代翻訳演ですね、創始者といってもいい坪内逍遥がですね、1885年に小説神髄という、まさに小説という概念を英語のノベルの翻訳語として使って、だから小説と書いて脇にルビーノベルを振ってるんですね。その小説神髄というのを発表し、これからの小説というのはどうあらねばならないのかということで、一大小説改革ブームが日本の文壇に訪れていた時なんですね。どうして、まあ、1885年、まあ、明治は1867年から数え始めますから、それで大体7を基準に計算していただくと分かりやすいと思うんですが、1887年が明治20年、ですから、その2年前、明治18年ですね。どうしてこの時期に、坪内逍遥は小説神髄を書いたのか。ここが非常に日本の政治状況との絡みで大事なところで、それまで非常に自由民権運動、まあ、新しい憲法を制定するにあたって、きちっと、人々の人権を認めろという、例えば、女性の政治的な権利を認めろという女権運動っていうのもちゃんとあったわけですね。それが、とことん、まあ、弾圧されて、集会条例。例えば、皆さん、演歌っていう、歌のジャンルをご存知だと思いますけど、あれは、別に、津軽海峡を歌わなきゃいけないとか、そういうジャンルではなかったんですね。演説がまさに自由民権運動の、中心的な政治運動の手段だったわけですから、これがどんどん集会条例その他で禁止されるわけですから、喋っちゃいけないんだったら歌えばいいだろうということで、演説じゃなくて、歌でこう、自由民権を訴えて、明治政府を、薩長反発政権を、薩摩長州の独裁的な反発政権を批判する。そういう中で演歌というのが生まれたわけですから、演歌詞というのは、いわば政治活動家。まあ、歌う政治家だったんですね。まあ、そういうものも弾圧されて、とにかく、直接的な政治的な表現ではなくてですね、文学的な装いの中に政治的な主張を盛り込んで、
なんとか活字印刷した形で、多くの鋭い読者にはちゃんと主張が伝わるという形でですね、まあ、明治18年ぐらいまで、政治小説ブームになるわけですけど、これもやっぱりなかなか発表ができなくなる。そういう中で、改めてその何かの道具、政治的な主張の道具として使うのではなくて、そもそもヨーロッパにおいて小説というジャンルはどういうふうに生まれたのか、だったらこれから新しい小説はどうすべきなのかということを、まあ、非常に歴史的に文学史的に考えたのが、この坪内逍遥の小説神髄だったわけです。ちょうどその時、二葉亭四迷は外語学校で、ツルゲーネフやゴーゴリといった19世紀の最先端の文学を教わりながらですね、同時にそのゴーゴリやツルゲーネフの文学の価値を非常に理論的に、解明をしたベリンスキーという批評家の理論書も読んでるわけです。で、そういう意味で言うと、ベリンスキーは、まあ、現在私たちが近代的リアリズムと言っている、つまり人間が生活している、社会や、さまざまな生活や経済的な関係、あるいは政治的な関係、そういう人間という社会的な生き物が取り巻かれている全体の中で、ある登場人物を捉えて小説にしていくということを極めて自覚的に、文学的な路線として進めようとしていた理論家だったんですね。ツルゲーネフともとても仲が良かった人なわけですけれども、このベリンスキーの文学理論をとことん長谷川辰之助は学んでですね、そしてこの坪内逍遥の小説神髄に対抗するように翌年小説総論、を書いてですね、逍遥先生もちょっとあなた古いんじゃないかと、これからやっぱりこういう、極めて社会性を持ったリアリズム小説の時代にしなければいけないという、まあ、議論をあえて、まだ駆け出しの人だったんですけれども、発表したんですね。当時まあ、福沢諭吉も含めて英語圏のさまざまな文化あるいは理論書物は蘭学の後英学の時代になるわけですから、日本にも広がってたんですけれども、なかなかロシア語をやる人は少なかったので、この長谷川辰之助のベリンスキーの理論に基づく小説総論は、坪内逍遥の心も打ったんですね。そしてその実践版として、まあ、坪内逍遥も統制書生活義という、まあ、皆さんもよくご存知の有名な、学生たちをつまりこれからの日本を担う、若い知識人を主人公にした、しかもその、統制書生活義ですから、この何人かの書生群像ですね、そういう新しい小説を書いて、その冒頭は、まあ、今、文明開化の中心となっている江戸改め東京で一番、目立つのは書生とそれから人力車であるというところから始まるんですね。これは非常に鋭い見方です。書生というのは、まさに明治新政府を作った薩長土肥ですね。日本の西南の諸藩が、まあ、中心になるわけですから。そういう人たちがまず明治新政府の重要なポストに就く。当然、その東京と名前を変えた元の江戸で新しい生活が始まる。そのかつての旗本やですね、大名がいた屋敷を、いわば、接収して明治新政府の拠点にしていくわけですね。それがまあ江戸城を皇居にしたその周辺がまあそうなっていくわけですから、そういう薩長藩閥政権の、高級官僚のところに、まあ遅延や
血縁の縁にしをたどって、さまざまな家事労働、当時まだ薪割りとか大変でしたから、そういう力仕事をして、させてもらいながら、その代わりに学校に行かせてもらうという、まあ、住み込みの書生っていうのが、大量に増えたんですね。ですから、当然、書生というのは、明治の勝ち組です。それに対して人力車夫っていうのは、その後、まあ、日本の、いわば最低線の、いわば、肉体労働者の象徴に人力車夫って、まあ、なってしまうわけですけれども、でも、それなりの体力がなければ人力車は引けないんで、本当の、飢えた貧民にはできない仕事なわけですから、当然これは負け組の、旧幕府型のですね、戊辰戦争で敗北した。まあ、象徴的なのは会津藩士ということになるわけですけども、そういう人たちが、明治日本の唯一誇れる発明品として、日本の町は城下町ですから、基本的には馬でこう入り込めないような狭い道になってるわけですね。だからわざわざ広い馬車が通れる道っていうのは人工的に作らなければならなくて、それで今、横浜にはもう今でも馬車道っていうね、道が残ってるくらいですから、馬車は走れない。だったら小さい車で人が引く。まあ、これが人力車で明治の初年に発明されて、それが負け組の代表的な商品だ。そういう小説を書いたのが坪内逍遥だったんです。ですから、この坪内逍遥のところに小説総論を書いた長谷川辰之助が、二葉亭四名というペンネームで、浮雲という小説を書いて、どうかこれを推薦してほしいというところから、この浮雲の出版が、第一編が1887年なんですね。まあ、皆さんがテキストにされている文庫本にも、実はちゃんとこの浮雲の序文っていうのがね、載ってると思うんです。まず、二葉亭四名の筆名で、浮雲箸書き、が書いてあるね。バラの花は頭に咲いて活人は絵となる世の中、一人文章のみはカビの生えたチンプンカンの四角張りたる方外紙をつけかね、または舌足らずの物言いを学びて口によだれを流すはつたなし。これはどうでも原文一途のことだと思い立っては矢も盾もなく、文明の風改良の熱一度に寄せくるどさくさ紛れ、お先真っ暗三方公人様と春の矢先生を踏み、頼み立て祭り、かけすずりにおぼろの月の雫を受けて、墨すり流す空の清い、夕立の雨のひとしきり、さらさらさっと書き流せば、あら歌って始末に行かぬ浮雲目が、優しき月の面影を思いがけなく閉じ込めて、あやめもわかぬ乳母たの間の、やみらみっちゃな小説ができしぞやと、我ながら肝を潰してこの書の簡単に助する者は。明治日の鳥書家二葉亭四名。まあ今、あえて調子よく朗読したっていうところもあるんですけどね。でもこのノリはもう明らかにこの寄席の、落語とか講談の調子だっていうことはお気づきだと思います。二葉亭四名がここで言っている原文一途、まあ今はだいたい教科書的には原文一致体と言ってるわけですけれども、これがまあ新しい小説文体の流れとして、まさに二葉亭四名の浮雲が日本最初の原文一致小説というふうに文学史的に言われる、そういう状況になってるね。で、これまあ、なんで原文一致体というのが、これだけ現れて、しかも今、読み上げてお分かりのように、かなりその、寄席で行われている落語やね、講談のリズムや口調や語彙、まあ、ダジャレもはっきり入っていましたよね。お気づきになった方は、ちょっとにやりとされたかもしれませんが、ここでことほいでる、坪内逍遥の、ペンネームというか、まあ、
下作者としての名前ですね。これは、春野屋おぼろという、ペンネーム。この後に、浮雲第一編序というのを坪内逍遙が権威付けで、書いていますが、その署名は、春野屋主人という署名になっていて、まあ、双葉亭主名が序文で自分のことを意識してくれたということが書かれているわけですね。つまり、あら、歌手、始末に行かぬ浮雲目が、優しき月の面影を思いがけなく閉じ込めて、あやめもわかぬ、うばたまの闇らみっちゃな小説が歴史だ。これはだから、春野屋おぼろっていう、坪内逍遙のペンネームなわけですから、春の夜のおぼろ月ですね。でそのおぼろ月って微妙に雲がかかってるわけですから、そのおぼろ月を完全に隠しちゃうように、まあ自分の浮雲という題名の小説に出てきたり、まあそういう、掛け言葉や、まあ字口を使ってる。これはやっぱり、寄席の、落語や講談、の伝統の中にあると思うんですね。それは、実はですね、この辺があんまりちゃんと文学史では、中学高校で教えられてないところなんですけれども、この寄席や、寄席で行われたこの講談や落語と原文一体というのは、実は密接不可分な関係にあるわけですね。実は双葉亭主名の、浮雲の文章自体も、三遊亭圓朝の落語を、まあ、実際に聞きに行ったりもしてるわけですけれども、から学んだ。でも実はですね、ただ聞きに行ってるだけじゃないんですね。実は、この、当世書生方義や、それから浮雲が発表される、この明治20年、この年が、先ほど申し上げたように、政治小説が弾圧されて、明治大日本帝国憲法ですね、明治憲法が発布される、まあ、2年前になるわけですから、政治がこう弾圧される中で様々な言論統制がこう日本中を覆っていたという話をしましたけれども、そこはまさにこう演説が禁止されるっていうことと不可分に結びついていたんですね。実は、もう演説というのは、これは英語のスピーチを、福沢諭吉が翻訳して、演説ルビ、スピーチっていうのを、慶応義塾でね、これからはちゃんと、やんなきゃいけないというふうなところから出発した漢字二字熟語なんですけれども。まあ、日本の江戸幕藩体制の政治のあり方って議論はしないんですね。基本的に、まあ、上からの、命令と忖度でこう成り立っているわけですから、お互いに意見を言い合って議論するっていう、そういう言語仕様っていうのはなかったわけです。まあ、庶民の中でいろいろあったわけですけれども、その支配階級である武士階級の中にそれがなかったから、しかし、まさに議会を開いて、そこで政治的な論争をするためには、ちゃんと演説ができない。つまり自分の主張を、人に分かるように、言語化するっていうね。その能力が基本的な能力になるんですから、それをどうしてもやんなきゃいけない。ということで、まあ、福沢諭吉は、名読者を作って、まずそこで演説の練習とかを始めたわけですが、これがだから、これから、あらゆるところで議会を開いてやっていくんだな、ということになるね。そうすると、演説した、つまり喋ったものをちゃんと議事録、記録に残しておかなきゃいけない。すでに、ヨーロッパやアメリカにおいては、まあ、議会が開かれてますから、この話したことを、きちっとメモをして、なるべく正確に後で活字印刷できるようにする。こういう技術を速記術というふうに言います。これはすでに開発されていて。それで日本でもですね、この速記術を学ばなきゃいけないということでですね、まあそういう先見の明があった人たちが速記技術を
早く入れてですね、自分たち学んで、それを仕事にしようということで、結構全国的に広がったんですね。けれども、まさに自由民権派とその明治政府の間で様々な、確執があり、言論弾圧がされる中で、なかなか議会が開かれて本格的な議論が進むっていうことがないわけですよ。そうすると、せっかく高い金払って即帰術学んだのに、仕事ないじゃないかと。どうしてくれるんだっていう時に、はっと気づいたのが、寄席でやってる落語とか講談を、即帰で書き写して、で、これを活字印刷して出版したら、いい商売になるんじゃないか。議会が開かれるまでしのげるんじゃないかという、まあ、ちゃんと考えた人がいるんですね。それでまあ、よしやろうということで、そしたらまあ、自分の話したことが活字になる。やっぱり活字印刷技術、それものが文明開化の証ですから。これは落語家の人は講談師にとっては、嬉しいわけですよね。だから、まあ、本当は出ちゃったら、その話読めちゃうわけですから、わざわざ金払って、寄席でその木戸線払って聞きに行くまでもねえじゃねえかみたいになるはずなんだけども、いいですよってことになって、まあ、先ほど申し上げた三遊亭圓朝だとか、怪談牡丹道楼を出版すると。ですからね、こういうその講談とか落語本を、声で話したものを速記で記録して、それを活字に起こして出版するということがですね、実はこの政治が弾圧されている時代、明治10年代後半というのかなり進んでたね。ですから、その名残を残しているのは、まあちょっと、特定の会社の名前になるわけですけれども、大日本郵便会講談社っていう会社があったんですね。あれはだから最初に大日本郵便会って書いてあったように、政治的な郵便をそのまま記録してっていうところから始まった出版社でもあったんです。ですから、まずはその講談や、落語の、速記本が流通して、ですから活字印刷されたいわゆる話し言葉っていうのが学習できたんですね。使えたわけです。そういう段階がこの明治20年という1887年というですね、浮雲第一編が出た時期だったと。ですから、ちょうどその様々な明治という時代の文学状況が重なり合う、そういう、まあ、タイミングで出たわけですね。じゃあ冒頭はどのように始まるのかという。浮雲の第一編。で、実はですね、これは春の家主人、双葉亭姉妹、合作ということになっていて、まあ、誰も知らない双葉亭姉妹というペンネームじゃ売れないので、春の家おぼろ先生、つまり坪内逍遙先生が一緒に書いているということになって、第一回は、あら怪しの人の振る舞い。まあ、いかにも題名は落語的ですね。次のように始まります。ちはやぶる神奈月ももはやあと2日の名残となった28日の午後3時ごろ、神田三月の内より戸あたるあり、散る雲のこと、うようよぞよぞよ湧き出てくるのはいずれもおとがいを気にしたもう方々。しかし、つらつら見て、とくと点検すると、これにも様々種類のあるもので、まず髭からかき立てれば、口髭、頬髭、顎の髭、やけに燃やしたナポレオン髭に、チンの口めいたビスマルク髭、その他茶帽髭、無地な髭、ありやなしやの幻の髭と、濃くも薄くもいろいろに生え分かる。髭に続いて、違いのあるのは身なり。白木や仕込みの黒いものづくめには、フランス側の靴の目音はありうち。これを召す方様の鼻毛は伸びてトンボをもつるべしといい。これより下っては、世辞はよる枕言葉のつくスコッチの背広にゴリゴリするほどの牛の毛が打つ。そこで、かかとにお飾りを絶やさぬところから泥に尾を引く亀の子ズボン。いずれも、吊るしん坊の苦言を今に出せぬ顔つき。でも持ち主は得意なもので、髭あり服あり、我また何をか求めんと、澄ました眼色で、火をくれた木図とそっくり返って、
お帰り遊ばす。いや、お羨ましいことだ。その後より続いて、出ておいでなさるはいずれもごま塩頭。弓と曲げても、張りの弱い腰に、無残や空弁当をぶら下げて、よたよたものでお帰りなさる。さては、老朽してもさすがはまだ食に耐えるものか。しかし、日本服でも務められるお手軽なお身の上、さりとはまたお気の毒な。途上、人気の周りになった頃、同じ見つけのうちより、二人の若者が話しながら出てまいった。これで、登場人物である内海文蔵と、それから本田昇という、二人の若者が現れてくるという始まりですね。実に、まあ、落語的な出だしだということは、すぐお気づきだったろうと思いますが、都市の雑踏が、まず、つまり、神田、三つ家のですね、ちょうどだから、いわゆる今でいう官庁街ですね、東京。でそこから、その、役所が引けて、帰る、その、役人たちが、うようよぞよぞよと、湧き入れてくるっていうね。でこの書き方自体はですね、実は決して新しい書き方ではなくて、それまでの江戸時代からずっと流行っていた、都市風俗誌ですね。つまり都会の、繁盛を、まあ、田舎の人々に伝えるっていう、東京繁盛記っていう書物も出るくらい、その前に実は江戸繁盛記っていうのは何度もこう出てる。ですね。そういう、いわば繁盛期の流れを、だから古い、文学ジャンルの記憶をもとにしながら、新しい近代小説の中心的な作中人物2人を出すっていうふうにこうつながっているんですね。しかも、聞いてて、お気づきになったと思いますけれども、まさにこの出だしのところは、明治という時代がどのような時代であったのかと。しかも明治の、官庁ですね。役人が勤めるところというのはどういう、階層的な権力体制にあったのかということ。実に正確に、冗談めいているんですけど、実に正確に捉えてますよね。それは、まず、ひげ尽くしで入ってたわけです。要するに出てくるのは、いずれもお咎いを気にしたもう方々、つまりお咎い、ここら辺ですね。で、まずひげからかき立てればといって、口ひげ、頬ひげ、顎のひげ、やけにおやしたナポレオンひげに、チンの口めいたビスマルクひげ。これはまあ、現在ね、21世紀の20年代を生き始めている私たちにとっては残っちゃうってことになるわけですが、でも、まあ、世界史の教科書には多分、ビスマルクも、それからナポレオン三世、これは、いわゆる、ボナパルトではあります。ナポレオン・ボナパルトではあります。ナポレオン三世ですね。の、肖像写真か肖像画は載ってるんじゃないかと思うので、世界史資料などを紐解いていただけるとわかると思うんですけど、でもこれがですね、実は日本の明治の官僚たちがひげを生やし、夏目金之助もひげを生やしていたっていうこのひげ文化の大きな要因になっているわけですね。どういうことかと言いますと、まあ、日本がですね、欧米列強との関わりを持ったのは安政五か国条約。まずペリーが、日本に開国を、しまった。これはアメリカが世界第二の綿製品、綿工業製品生産国になったので、一番その需要の多い、アジア圏ですね、中国とかインドに人口が多いわけです。で、インドはずっとイギリスが植民地として支配してましたが、そこには手を出せなくて、でもイギリスがまあアヘン戦争で中国に手を出しつつあったので、まあ、大市場としての中国に綿工業製品を売り込みたい。だったらそれこそ静かな海と言われる太平洋を西海岸の工業地帯から渡ってきた方が一発で来れると。
当然その綿製品積み込むにはあの船の中をなるべくあの余裕持っとかなきゃいけませんから、あの蒸気船で一番かさばるのは真水と石炭ですから、これを片道分だけ乗っけてそこに綿製品詰め込むと、で帰りは日本で入れさせてくれという形で開港を迫ったんですね。それでまあ分かったということで、まあ黒船で脅かされたんで、日本がアメリカと、に開港するだけじゃなくて、当時の列強5カ国と、安政5カ国条約を結んで、これは不平等条約でしたから、孝明天皇はあの直教だなと。ですから、薩長反発政権というのは、この孝明天皇が直教を出さなかった安政5カ国条約を結んだ幕府は許せないということを口実に倒幕をしたわけですね。ですから明治新政府のその最大のその政権を変えたということの、いわば政治的な正当性というのは条約改正をするということだったんですね。条約改正をするために幕府を倒した。だけど新しい国家ができたばっかりで条約改正なんていうのはできるはずはないんだけれども、とりあえず岩倉具視をあの全権大使にして、1872年から73年にかけて、あの、アメリカからヨーロッパにその安政5カ国条約を結んだ相手国の交渉に行った。当然あの門前払いに近い形で無理だよって言われましたから、まあ、結果としてはアメリカやヨーロッパの新しい文化や文明を学んでくるというのが、まあ岩倉使節団と言われてね。でこれ の, あの報告はですね、お供をした久米国武という漢学者が全部記録に取っていて、岩年文庫から出版されてますので、ぜひ、米欧回覧時期というあの数冊の文庫本だ、ぜひお読みいただければと思うんですけれども、ちょうどその言ってる時ね、1873年、実はヨーロッパではですね、アルザス・ロレーヌという鉄と石炭をめぐる土地をめぐって、新しくその新興国家として徴兵制の国家を作ったプロイセンが中心になって、フランス、ナポレオン三世の、フランスに戦争を仕掛けるんですね。で、これにまあ、ナポレオン三世が乗っかっちゃって、いわゆる、プロイセンとフランスとの間の戦争、教科書的には不仏戦争と言いますが、これがちょうど行われている時期で、新興国家のプロイセンが勝利し、そしてその勝利したプロイセンを中心に、日本のようにバラバラな諸侯が支配していたドイツ地域を全部まとめて、ドイツ帝国を作って、その戦争に勝ったですね、フランスのあのベルサイユ宮殿でドイツ皇帝の戴冠式をやるっていう、まあこれがまあフランス人にとって一番名誉を汚された事件なんですけど、そういう事態が起きているわけです。だからまさに勝利したプロイセンのビスマルク髭ですね、そう、もみあげからここまでつなげるんです。で、ナポレオン髭っていうのはこう、この口ひげをピーンと伸ばす、まあそれ自体笑っちゃえる、今見るとね、なんかすごく特別なひげなんです。だからこの負けたナポレオン三世のひげと金の口めいたビスマルクで、あの日本人っていうのは、まあヨーロッパ人と比べるとですね、まあ様々な体質の違いでひげはなかなか生えないんですね。だからひげ生える人と生えない人もいて、だからビスマルクのようにもう顔中覆うにいけなくて金の口めいた。っていうのは、あの、犬の蝶のようなっていう、そういうことですね。それを一生懸命あのやってたっていう、その、そもそも日本の官僚制度っていうのは、その、明治維新の、あの、欧米列強との不平等条約を結んで、だから条約改正こそが、新政府の、あの、一番大事な、公約なんだけども、それがなかなか果たしてない。条約改正するためには、あの、立派な国家にしなきゃいけないから、ちゃんと憲法も持たなきゃいけない。その憲法もまだできてない。そういう状況の中の官僚たちも、役所から帰宅する序列なんですね。だから立派な髭から惨めな髭までの序列があって。それで、白木屋直見の、あの、フロックコートを着てる人から、最後は腰弁当の和服まで。という、その、官僚制度の、こう、上から下までのね、
階層的な序列が。ですから江戸のそのいわば都をその田舎の人たちに知ってもらう、そういう風俗史的な書き方をしながらも、そして口調はもう落語調ではあるんだけど、しかしそこに散りばめられた一つ一つのディテールっていうのはまさに今明治20年1887年の、憲法をまだ持たないこの大日本帝国になろうとしているこの国は一体何なのか、それを担っている二人の青年が出てくるわけですね。途上人気のまりになった頃、同じ見つけのうちより二人の若者が話しながら出てまいった。一人は年配22、3の男。元色は青み七分に、土気三分、どうもよろしくないが、秀でた眉にきっとした目つきで、ずっと押し通った鼻筋。ただ惜しいかな。口元が地と尋常でないばかり。しかし、締まりは良さそうゆえ、絵草子屋の前に立っても、パックリ開く、などという気遣いはあるまいが、とにかく、顎が尖って、頬骨が現れ、ひどくやつれているせいか、顔の造作がトゲトゲしていて、愛嬌げと言ったら微塵もなし。見にくくはないが、どこともなく剣がある。背はすらりとしてるばかりで、さのみ高いというほどでもないが、痩せ自習へ、反証なんとやらという人聞きの悪いあだ名に縁がありそうで、年数ものながら、畳地場の損じた霜降りスコッチの服を身にまとって、組紐を鉢巻きにしたつばびろな黒らしゃの帽子をいただいていい。今一人は、前の男より二つ三つ兄らしく、中肉中背で色白の丸顔、口元の尋常なところから目つきのパッチリとしたところは、なかなかの講談しながら、顔立ちがひね、こせこせしているので、なんとなく品格のない男。黒らしゃの半フロックコートに、同じ色の直旗。ズボンは何かおつな、しまらしゃで、竜とした衣装付け。縁の巻き上がった、釜底型の黒の帽子を目深にかぶり。左の手を隠しへ差し入れ、右の手で細々とした杖をおもちゃにしながら高い男に向かい、しかしね、もし果たして課長が我が輩を信用してるなら、けだしやむを得ざるに出たんだ。なぜと言ってみたまえ、局員40有余名といや、大層のようだけれど、みんな腰の曲がったじいさんにやらざれば、気の利かないやつばかりだろう。そのうちでこういやおかしいようだけれども、若手でさ、現象もちったかじっていてさ、こうして、事務を取らせて墓の行くものと言ったら、まあ、我が輩二三人だ。だからもし果たして、信用しているのならやむを得ないのさ。けれども山口を見たまえ、事務を取らせたらあの男ほど墓の行くものはあるまいけれども、やっぱり面を食ったじゃないか。あいつはいかん。あいつはバカだからいかん。なぜ？なぜと言って、あいつはバカだ。課長に向かってこの間のようなことを言うところを見りゃ、いよいよバカだ。あれは全体課長が悪いさ。自分が不条理なことを言いつけながら、何もあんなに頭ごなしに言うこともない。それは課長の方があるいは不条理かもしれぬが、しかし卑しくも長官たらぬに向かって抵抗を試みずなるというのはバカな誇張だ。まず考えてみたまえ。山口は何だ？ゾクリじゃないか。ゾクリならば、たとえ課長の言いつけを条理と思ったにしろ、思わぬしろ、はいはいってその通り、書面していきゃ、職分は尽きてるじゃないか。しかるに、あいつのように卑しくも、課長たる者に向かって、あんな差しずがましいこと。今の日本でもほとんどなんか状況は変わってないような気がしますが、二人の青年。一人目は、免職になった。後でわかりますが、この浮雲という主人公の、小説の主人公の内海文蔵です。うちの海に文章の文治さんですね。名前からして内向きで暮らそうな。当時は名称辞典って言いましてね。これは政治小説その他の、あるいは下作の伝統を受け継いでるんですが、名前そのものがその人のこう性格を表したりして、非常にわかりやすい、設定で。
クビにならなかった、かっこつけてる方は本田昇ですから、本殿ですね。日本の本に、田んぼに昇るですから、明らかにこう上昇志向していくっていう。まあ、まだ下作的な登場人物名ではありますけれども、明らかにこの時、リストラが行われたと。役所で人員整理が行われたということですね。で、これは明らかにこの浮雲が発表された1887年という同時代の、まさにどういう形で失職が起こっていったかっていう、状況を表しています。ですから、それまでの太政官制で動いていた明治新政府が、まあ、明らかに明治憲法が間もなく決まるということになってますから、制度を変えるわけですね。そうすると様々な省庁の整理をしなきゃいけない。その時に、言うことを聞いたものは、今で言えません。忖度に長けていたものは生き残れるけれども、課長に正面から意見を言うようなものは、免職になっていくっていう。まあ、日本の役所の中でどうやったら生きていけるのかっていう問題。じゃあ、なぜこの時にこれだけの失職が、起きていったのか。これは、まあ、先ほど申し上げたように、明治という新政府の大きな、制度が、大日本帝国憲法が制定される一連のこう再編の中で行われていくということになるんですね。けど、明治という時代は、それだけではなかったんです。この、今日失職が決まった内海文蔵は、どういう、出自かって言うとですね、次のように書かれているわけですね。これは第2回、の冒頭のところです。高い男と仮に名乗らせた男は、本名を内海文蔵といって、静岡県のもので、父親は旧幕府に仕えて、俸禄をはんだものであったが、幕府倒れて王政異西に帰り、時津風になびかぬ民草もない明治の御代になってからは、旧里静岡に蟄居して、しばらくは当職の民となり、なすこともなく、昨日と送り今日と暮らすうち、座して喰らえば山も虚しのことわざに漏れず、次第次第に蓄えの手薄になるところからあがき出したが、さて、木から落ちた猿の実というものは育児のないもので、腕は新陰流に固まっていても好き桑は使えず、口は作用しからばと重くなっていてみれば、急には兵の根も出されず、といって、天秤を肩へ当たりも家名の汚れ、外分がみっとも良くないというので、足をすりこぎに駆け回って、辛くして静岡藩の市政に住み込み、やれ嬉しやといったところが腰弁当の教会。なかなか浮かみ上がるほどには参らぬが、でも関心には多くもない資本を惜しまずして、一子分蔵に学問を仕込む。まず朝むっくり起きる。弁当をしわして学校へ出してやる。帰ってくる。直ちに傍金の私塾へ通わせるというのだから、明けしい間がない。とてもよそほかの子供では続かないが、そこは文蔵、性質が内輪だけに、学問には向くと見えて、あまり渋りもせずして出てまいる。もっとも道に、トンボを友を見て、ふと気まぐれに遊び暮らし、しょんぼりとして裏口から立ち戻ってくることもないではないが、それはたまさかのことで、まあ大方は勉強する。そのうちに、学問の味も出てくる。さあ面白くなるから、昨日までは特席されなければ取り出さなかった書物をも、今日は我から紐解くようになり、従って学業も進歩するので、人も褒めそやせば両親も喜ばしく、この育ちにその身のオイルを忘れて春を送り、秋を迎えるうち、文蔵の14という春、待ちに待った卒業も守備よく済んだので、やれ嬉しやという間もなく父親は、ふと感染した風邪から予病を引き出し、年頃の診療も手伝いて、どっと床につく。
薬事まじないかじき等々、人の良いというほどのことをし尽くしてみたが、さて弦も見えず、次第次第に頼み少なになって、ついに文蔵のことを言い、字に吐かなくなってしまう。まあ、典型的なですね、明治の負け組の、一家だったということがありますね。旧幕府に仕えていて静岡県のものだということは、まさに、最後の将軍が、江戸を引き払った時に落ち延びた、まあ、徳川家康の本拠地だったところが、静岡駿府だったわけで、ね、ですからまさに旧幕臣の、一番将軍に近いところだったということが伺えますね。そしてまさに廃藩置県によって職を失って、つまり武士としての、職業を失い、完全にリストラされて、まあ、ギリギリ静岡藩のですから、静岡藩がこの後県になるんですけど、そこの役人になって、とにかくすべての期待を、文蔵という息子にかけて教育を受けさせた。そしてようやく、学校を卒業できるということがはっきりしたときに、これは、ふと感染した風邪から予病を引き出すというふうにありますから、まさに、感染した風邪ですか、インフルエンザですね。日本が海外と、様々な交流をすることによって、外国からも様々なウイルスが入ってくる。そういう状況の犠牲者に、文蔵の父はなって、結果として、まあ、息子の出世を見ることなく、この世を去ってしまった。ですから、幕府が崩れることによって、その特権階級であった武士が大規模にリストラされる。まあ、武士の商売とかいろいろ言われましたけども、いろいろやってみるんだけど、なかなかうまくいかない。何とかして役人としてそれぞれの班で、面倒を見てもらえた人はギリギリ子供の教育にかける。ここからまさに明治の立身出世主義、一旦こう落ちぶれた親のその恨みをもう一度こう子供がですね背負って何とか盛り返すという、そういうことをやってきたのに、新たなその体制の変化によって文蔵も職を失う。当然、ずっと住んでいた、おじさんのうちとの付き合いも大変、厳しくなるというところから、この浮雲という失職小説が、まあ、始まっていく。それはまさに明治という時代が江戸から大きく転換した、その時代を象徴する、出来事が失職だったということだろう。浮雲第1回目、これで今日は終わります。ありがとうございました。